も月純一は、東京府出身のプロ野球選手。早稲田実業で1934年夏、1935年夏、1936年春は一類種、1936年夏は、投手として、甲子園に、計4回出場。1936年夏は、当時の宿敵育英商業に地対一で迎えた9回、裏、サヨナラ負けを起死した。 創日の同期に、大田健一がいる。1937年卒業後大田と共に、その年に結成されたイーグルスに入団。翌年の周期リーグから1940年に、兵役で招集されるまでイーグルスの左の主戦投手として活躍。180センチメートルの長身からのドロップを決め玉とした。1938年には、防御率1点台投手として、 バッキー・ハリス、カメガ・タダシラと共に東西対抗にも選出された。ハリスが戦争のため帰国した1939年は初の1シーズン制となり、全96試合中、約半分の46試合に主に先発出場。ハリスの帰国で攻撃力が落ちたチーム事情もあり、27敗を起死した。もちは当時を改装し、あの年は投げても投げても、 負けばかりでさすがに参ったよ。何しろ完封しないと勝てないんだ。と言い残したが、その年の防御率が3.01だったことを考えると頷ける。打者として特筆すべき記録はないが、入団したての春、チームが前世紀の沢村栄治と対戦し、打撃陣が手も足も出なかった時、突然代打に指名され、目をつぶって3回振って来いと言われ、本当に3回振ったが、 かすりもしなかった。また、当時の沢村に対する印象は、ワンバウンドするかと思う低めの速球が、胸元までポップしてくるかつて経験したことのない、速さと伸びのある投球だったと語った。終戦後の1946年に、戦地から帰国、一時パシフィックに在籍したが、肩の故障もあり、社会人野球の間組で打者として活躍。その後、 妻の郷里の淡路島に移り住み、洲本高校の1953年春の選抜全国制覇に指導者の一人としてチームのレベルアップに貢献。また、家業の傍らボランティアで島内の野球審判長、山陽電機洲本のコーチなどを歴任。1993年に亡くなるまで淡路島の野球の発展に携わった。また1976年に、 プロ野球の OB 会の招待で日本シリーズを観戦に来たハリスと阪急西宮野球場で38年ぶりの涙の再会を果たしたイーグルスのチーム集合写真。持ち月は後列左から7人目。後列右端はハリス1937年春イーグルススタメンアーカイブ1939年イーグルススタメンアーカイブ。ありがとうございます。